まだ何個か忘れちゃいましたけど、マジマジですね。お前の胸は若いんだから。
Oh.
めまして、すみません、とんでもなく私ちょっと上がり症なところがありますので、カンニングペーパーを持ってきましてもらいました。先ほどの曲は石川啄木さん作詞、越谷辰之助さん作曲の初恋を歌わせていただきました。この曲は石川啄木さんの初めての歌集一悪の砂というものに収録されていまして、この度日本歌曲を3曲選曲するにあたって、私は思い出にちなんで3曲選ばせていただきました。次の曲は金込みすずさんという方が書いた曲なんですけども、金込みすずさんはとっても優しくて繊細で、子供向けの絵本とかにもなっていたりとかするような、詩人さんです。思い出にちなんで、ちょっとこの場を借りて私の思い出というか思い入れのある話をちょっとさせていただきたいと思います。この曲を知ったのは10年以上前になるんですけども、私はまだ高校生で、その時は声楽とかオペラっていうのを全く知らない状態にありました。で、進路を決定するにあたって、その子は残念ながら早くに天国に行ってしまったんですけど、何になるっていうふうにその子に聞いたら美容師になるっていうんで、私もじゃあ美容師になるわっていうふうに言ったんですけど、その子がともみはきっと音楽の方に行った方がいいよって言ってこの詩を教えてくれました。詩が伝わるように歌えたらいいんですけども、1番は星にちなんだ詩になっていまして、2番はタンポポにちなんだ詩になっています。見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよっていう詩が1番にも2番にも書かれていまして、皆さんの中にもどこか支えてくれてる人とか、見えない誰かに支えられてるなって思う時とかもあるかと思うんですけども、そういうことを思い浮かべながら聴いていただけたらいいなと思います。それではお聴きください。
曲は両方三好達さんの平均をもとに作詞されたと言われています。両方ですね、でも儚い詩に木下達さんの素晴らしいメロディーがついていますので、どうぞお楽しみいただけたらと思います。2曲続けてお聴きください。色のこの風景。
ここから私が3曲を送りさせていただくんですけれども、
1曲目にお送りさせていただきましたのは、ウラバターケという曲をお送りさせていただきました。今回お話をいただいたときにですね、皆さんに初めて聴く曲をぜひ取り入れたいなと思ってこの曲を選ばせていただいたんですけれども、皆さんよくご存知の赤トンボの山田耕作さんと同時期に活躍された藤井清美さんという広島の作曲家でして、民謡をたくさん書いた方です。その中の一つ民謡調の曲を今回は一つ選ばせていただきました。続きまして、2曲続けてお送りさせていただくんですけれども、次はですね、中田義直さんの作曲「悲しくなった時は」、そして勝木治さんの「ひばり」という曲をお送りさせていただきたいと思います。ちょうど去年が中田義直先生は生誕100周年でしてたくさん演奏されたんですけれども、その中の1曲、そして勝木治さんは最近まだ子供の方でですね、割とこう現代チックな響きと、色彩豊かなピアノと一緒に、語られる三木露風さんの詩にですね、勝木さんが曲をつけた曲になっております。それでは2曲続けてお楽しみください。Thank you.
これで一部の方を終わらせていただきます。また約30分、
ニーズというよりね、大人数の方を見させていただきますので、それまでちょっと休憩の方よろしくお願いします。